皆さんこんにちは。こちら株式会社世界コインの張です。いつもお世話になっております。その間弊社が海外オークションから落札した鑑定済みのコインのスラブはかすり傷などございますので PCGS 様にリホルダーサービス依頼しました。 YouTube に投稿した後お客様から鑑定会社が提供できるサービスについてすごく興味がありますのでお客様のご希望に応じて世界中有名な鑑定会社 NGC 様と PCGS 様が行うサービスについて少し話したいと思います。どうぞよろしくお願いします。わかりやすくご理解いただけるよう鑑定会社様のホームページ見ながら説明させていただきます。まず PCGS 様のホームページを一緒に見てみましょう。 PCGS 様のウェブサイトを開くと一番上の方こちらサービスっていう項目ありましてそれをクリックすると PCGS 様が提供できるいろんなサービスが見えます。はい、こちらですね。これはコインのグレーディングですね。この辺What is coin grading をクリックすると具体的な説明が見えます。コインのグレーディングは一体どんな感じで行っているのかこちら説明ありますね。こう写真のように PCGS 様の専門家は型がコインを収納しているプラスチックセールを開けてコインを手に取って虫眼鏡などのものを使ってグレーディングしますね。なので私前回投稿した銀貨の塩化反応についてのご説明の中にも申し上げましたがコインはグレーディング中必ずしばらくの間しとった空気に振られる。そのためすでに鑑定済みスラブに入れられた銀貨であっても塩化反応を避けることはできません。この画面のもうちょっと下の方にもしグレーディングご希望でしたらこのサブミッションセンターボタンを押していろいろ情報を入力すればコインのグレーディングを申し込むことはできます。またその隣グレーディングスタンダードボタンをクリックするとコインが各グレードに鑑定されるためどんな条件を満たす必要なのかを確認できます。例えばミントステートコインでもプルーフコインでも最高鑑定グレード70になろうとしたらコインがこの条件を満たさないといけないんですね。またグレード69も条件があり68のところもありますね。はい、グレーディングに関する紹介はここまで。これからリホルダーサービスについて簡単に紹介させていただきます。リホルダーサービスは一体どんなサービスなのかこの写真見ればすぐわかると思いますがもしお手元に持っている鑑定済みであるコインのスラブは汚れとかかすり傷とかありましたらこのリホルダーサービスを受けると鑑定会社様によりあなたのコインを古いスラブから新しいスラブに入れ替えることはできます。しかし会社を選ぶことはできません。例えば PCGS 様も NGC 様もこのリホルダーサービスありますがもしお手元に持っている鑑定品はもともと NGC 様により鑑定済みスラブに入れられたものであればそのうちスラブを入れ替えようとするときは NGC 様にリホルダーサービス出さないといけません。 PCGS 様ももともと PCGS により鑑定済みスラブに入れられたコインのみ受け付けてきます。またリホルダーサービスを受ける際コインに関する鑑定番号などの情報を変わらないままでラベルを更新することできるしラベルは元のデザインのままでスラブのプラスチックのケースだけ新しくすることもできます。その辺はご希望に応じて円滑にそこは対応できるようです。例えば弊社が以前海外オークションから落札した2012年英国エリザベス2世即位60周年記念のプラチナ化はもともと NGC 様によりスラブに入れられたのでコインを NGC 様のリホルダーサービスを受けさせラベルもスラブも更新されたので今の様子になりました。しかもコインに関する情報丸ごとに保留してもらいました。リホルダーサービスはこうコインに関する情報丸ごとに保留してもらいますけどクロスオーバーというサービスはそこまでできません。ちょっと順番飛ばしてクロスオーバー先に説明させていただければと思います。このクロスオーバーサービスの主な特徴は他社の鑑定品を自社の鑑定品にさせることです。コイン業界でよく思われるのは PCGS 様のグレーディングは厳しいので他社と PCGS 様により同じグレードに鑑定されたコインの市場価格を比べると PCGS 様の方がより高く売れるという事実もあるため NGCS
ANACS、ICG などの鑑定会社の鑑定品をお持ちである方は、よく PCGS のクロスオーバーサービスご利用なさってます。弊社も以前 NGC 様により MS67 と鑑定されたコインを PCGS 様のクロスオーバーサービスを受けさせ、このコイン自体は PCGS 様のグレード67と評価できるコインの条件を満たしているため、PCGS 様はうちのクロスオーバーサービスの申し込みを受理していただき、その結果、コインは PCGS MS グレード67になりました。ちょっと別の話になっちゃいますが、この1円銀貨はアンティークコインなので、現時点まで MS グレード67はこの銀貨の最高鑑定なんです。もともと PCGS により MS67 1枚あり、弊社が持っている NGC さんにより MS67 の鑑定品を PCGS 様のクロスオーバーサービスを通して成功に PCGS MS グレード67になりましたので、今はこのコインに対する PCGS の最高鑑定品は2枚あります。もともと存在してた NGC により MS グレード67である鑑定品は実はもう存在していません。ただNGC 様に、うちのこのコイン、PCGS さんのクロスオーバーサービス受けましたよって特に言ってませんので、NGC 様の公式ウェブサイトでは、このコインに関する情報はまだあります。仮にコイン自体は PCGS 様のグレード67と評価できる条件を満たしてなければ、クロスオーバーサービス申し込んでも、成功に PCGS の鑑定品になれません。なので、クロスオーバーサービスは必ず成功するとは限りません。また、先ほども申し上げましたが、クロスオーバーサービスを受けると、ラベルにもともとついてた特集の意味がある文字も消されてしまいます。例えば、もしこちらのエリザベス2世即位60周年記念のプラチナ化を PCGS 様のクロスオーバーサービスを申し込んで成功すると、もともとラベルにあるOne of first 50 struck という文字は消されてしまいます。でもアンティークコインとかもともとラベルに特別な意味が含んでいる文字がなければ受理されても特に影響ありませんので、そういう心配もいりませんですね。一般的には PCGS のクロスオーバーサービスを申し込むと PCGS 様によりこういう流れで行います。クロスオーバーサービスは具体的に4つの項目に分けられ、ご希望の項目を1つ選んでいただき、もしその結果はご希望通りになりましたらイエスになりまして、その場合グレーディング料金払う以外プレミアムを保証する費用 1% として追加されます。ご希望通りの結果にならない場合は標準のグレーディング料金のみ払えばいいです。申し込みボタンはここですね。はい、クロスオーバーサービスの紹介は以上になります。これからリグレードサービスについて少し紹介させていただきます。もし PCGS により評価されたグレードを思ったより低いなと思われましたら、リグレードサービスを申し込んで PCGS 様に再鑑定することはできます。具体的な説明はここにありますね。興味ありましたらご覧くださいませ。申し込むボタンはここです。Regret Service も必ず受理されるとは限らないです。受理してもらわない場合はコインが元のままで返してきます。でも費用かかりますよ。またこちら左下の Reconsideration Service はここに書いてある通り、Reconsideration Service はリスクのない Regret Service です。Reconsideration のメリット、いわゆる特徴はここにあります。またこのサービスについてどういう仕組みになっているかこちらに紹介あります。 Reconsideration に関するよく問い合わせされる質問はここに答え書いてあります。もし興味ありましたらゆっくり読んでみてください。またこちら下の方も結構いろんなサービスがありまして、例えばこちらの Restoration Service を通してコイン、特にアンティークコイン表面の酸化された傷跡とか汚れとかをきれいに取り除くことができます。またその隣、実物に近い写真を撮るサービスもあります。これはなぜ弊社があまり PCGS までコインを鑑定に出さない理由の一つです。 PCGS 様も NGC 様も専用のアプリがあって、そのアプリを使ってスラブ上のバーコードをスキャンするとコインに関する情報は出てきます。しかし
PCGS のアプリに載せたコインに関する情報の中に写真はほとんど載せてません。なぜかというと、お金かかるからです。でも NGC 会社により鑑定されたコインの写真は無料でアプリに載せてます。やはり偽物のスラブ入り鑑定品もありますので、こうバーコードをスキャンしてコインの真偽を確認したいとき、写真がないと実物と照合できないため、真偽も分かりづらくてお客様の立場だと不安ですね。弊社があまり PCGS 様のグレーディングサービス利用しないもう一つの理由は、グレーディングスピードが遅いからです。やはりコイン商にとって入荷スピードも大事なので、弊社がいつもグレーディングスピードが速い NGC さんのサービスを利用しています。ごめんなさいね、PCGS 様。PCGS 様の他のサービスについて興味ございましたら、自分でご確認していただければと思います。特にこちら、スペシャルレベルズというサービスは面白いと思いますよ。このサービスを使って他の人と違うラベルをつけることできますので、もし個人でコインを鑑定に出しましたら、ぜひこのサービスご利用していただければと思います。やはりコイン商が大量なコインを一気に鑑定に出して、あまりお客様の好みに合わせてそれぞれ違うラベルをつけることはできないんですね。うちの社長さんもラベルにこだわりがあって、弊社が扱っている鑑定品についているスラブは、うちの社長が自分の好みで選んだ特別なラベルです。例えば、また先ほどのエリザベス2世即位60周年記念のコインなんですけど、もともとコインのスラブについているラベルは、NGC 様の標準ラベルでした。イギリスコインの場合、弊社はよくこのラベルを利用しています。日本のコイン鑑定に出す場合、よくこの五重の塔の図柄を使っております。こちら五重の塔の図柄は弊社専用のラベルなので、弊社から物を買ってまた別のオークションで再販売するとすぐ分かります。まあうちでコインを買ってすぐ再販売に出しても全然構わないんですよ。はい、それでは NGC 様が提供できるサービスを見てみましょう。グレーディングサービスの申し込みはこちら、それに関する特殊なサービスはこちら、またスラブとラベルについて提供できるサービスはこちら、その下も結構いろいろありますね。興味ありましたらアクセスしてみてください。ここで一番おすすめしたいのはこちらの NCS Conversation というサービスです。これは PCGS 様の Restoration Service と同じサービスを提供しております。ただ名前は別々ですね。このサービスを通してコイン表面の酸化層や硫化層などきれいに取り除くことができます。アンティークコインの上についてある酸化された跡や汚れなどは、人にこのコイン歴史感があるなと感じさせます。こういう歴史感があるコイン好きな方もいるし、コインがもともと持っているピカピカな光がいいなと思われるお客様もいますので、弊社が持っているオリンピックコインの一部だけ NGC 様の NCS Conversation サービスを受けました。一般的にはメンテナンスを受けても特にコインのグレードに影響ありませんが、 100% 影響ないとは言えないので、コインをメンテナンスしてもらってからグレーディングをしてもらうことを依頼するとグレード落ちる恐れがあります。そのリスクは避けるため、先にコインをグレーディングに出してグレードを確定されてからメンテナンスサービスを受けてもグレードは落ちません。しかし前の投稿にも申し上げましたが、 PCGS の Restoration Service も NGC の NCS Conservation Service も銀貨の塩化反応に対しては何もできません。はい、サービスに関する紹介は以上になります。本動画の説明欄のところに各サービスを利用する際かかる手数料に関するリンクも載せてありますので、興味ございましたらご覧くださいませ。ここまでご覧いただきありがとうございました。